こんにちは。今回はビーズでヘアゴムをアレンジしてみましたのでご紹介していきます。材料です。20番手のレース糸、ヘアゴム、そして丸大ビーズです。それと3号のかき針、とじ針、糸切りバサミ、そして木工用ボンドです。では作っていきます。丸大ビーズをこちらのレース糸に通していくのですが、今回は糸の先にボンドを塗って固めてビーズを通していこうと思います。木工用ボンドを使います。5分ほど置きましたら乾いてますので、少し先を細くなるようにカットして丸大ビーズを取っていきます。このように多めに丸大ビーズを通しました。では作っていきます。まずレース糸をヘアゴムに交差させて、手前側にループを作って3号のかぎ針に通します。端は20センチくらい残しておきます。そしてヘアゴムのところにかぎ針を近づけていって、向こう側のレース糸を一度引き抜きます。ヘアゴムにレース糸を取り付けました。そしてこちらのレースの端は一緒にくるんで編んでいきませんので、こちらの方に持っていきます。次にビーズを10個このように持ってきます。そして下からレース糸を持ってきて、そして引き抜きます。このようにヘアゴムの太さに沿うようにつけていきます。またビーズを10個、今度は手前の方にビーズが来ます。そしてここで引き抜きます。さらにビーズを10個、今度は自然にまた向こう側にビーズが来ますので、下から向こう側のレース糸を取って引き抜きます。編み目はこちらに来ています。ビーズをまた10個、次は手前側に来ますので、またレースを引き抜いて、でこれを繰り返していきます。今21ビーズのループを作ってきました。あと1回ループを作ろうと思います。これで22ループを作りました。だいたい
ヘアゴムの半分くらいですかね、半分少し足りないくらいがちょうどいいと思いますので、ここで取り付けるのを中止します。ベース糸を切ってこちらに引き抜きます。編み終わりのレース糸をとじ針に通してループのつなぎのところですね、こちらを上にしてループとヘアゴムの間をスッと通します。で真ん中に出します。だいたい真ん中に出します。作り始めの方のレース糸をとじ針に通してこちら側のループのつなぎ目のところのループとヘアゴムの間にスッと入れて、先ほどここに出ているここまで持ってきて、します。ここで一度結んで、次は2回、1回、2回、絡めて。結びます。そして両方をまたそれぞれとじ針に通して処理をするんですけれども、ここのループのつなぎ目ですね、ループのつなぎ目のところに隠していきます。その糸もとじ針に通してつなぎ目のところに絡めていきます。処理が終わりました。出来上がりました。今回はビーズを引き抜き編みでヘアゴムに取り付けていきました。ご覧いただきありがとうございました。